先生、お疲れ様。うわ、なんかいつもより疲れてそうだね。え？経理の申告が？期限が今日までだった？わあ、難しそう。それで、終わったな。え？ミレニアムや連邦生徒会の子に手伝ってもらってどうにか。先生、あんまそういうこと他の子の前で言わない方がいいよ。本当にね。先生、お疲れ様です。